ベアフェルデンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、オーデンバルト軍に、かつて存在したし、2018年1月1日にヘッセネック、ローテンベルク、ゼンスバッハタールと合併し、オーバーチェント市を形成した。ベアフェルデン周辺地域は観光業では、ベアフェルダーラントと名付けられている。ベアフェルデンは、オーデンバルトの標高330メートルから540メートルに、位置する。 南のネッカー川へ向かう、狭くて森の豊かなガンメルスバッハ渓谷に位置し、フライエンシュタイン城市がある。ベイアフェルダーラントは観光地であり、地理的には、ベイアフェルデン、ローテンベルク、ゼンスバッハタール、ヘッセネックにまたがる、ヘッセン州内のオーデンバルトの持ちが豊かな、ベルクシュトラセオーデンバルト地質、自然公園内に位置する。ベイアフェルダーラントは、 海抜200メートルから555メートルの間の高地にあたる。南北に伸びる丘陵の連なりであるワルトカッツェンバッハの近くには標高626メートルのカッツェンブッケルがそびえる。東部にはエアバッハフィルステナウ1の狩りの城があるクレイベルクがあり、その下を建設当時はドイツ最長であった鉄道トンネルが通っている。ベイアフェルデンは10世紀にはすでに ロルシュ修道院の霊園となっていた。1032年にバーフフェルデンという名でロルシュ文書に初めて登場する。1328年にベイアフェルデンに都市権が授けられた。1806年に帝国代表社会議主要決議に基づいてエアバッハ白領からヘッセン大公領に移された。1810年4月29日に町のほぼ全域を焼く火事があった。 ヘッセンダルムシュタット大公とエアバッハフュールステナウハクは救済措置に配慮を示した。公主形状ベアフェルデンにはドイツで唯一完全な形で保存されている公主形状がある。これは1597年にそれまでの形状に変わって作られたものである。最後に刑が執行されたのは1804年ロマの女性であった。彼女は病気の子供のために ニワトリとパンを2個盗んだ罪を問われ、処刑された。ツボルフレーレンブルンネンは、ミュムリング川の水源である。ツベルフレーレンブルンネンベイアフェルデン近郊の、ゼンスバヒャーヘイには滑走競技と、距離競技が可能なウィンタースポーツゲレンデがある。冬の雪の時期になると、ウィンタースポーツゲレンデが開業する。滑走競技場には、短いスキーリフトがある。 標高450メートルから540メートルまで全長450メートルである。ベアフェルデンは連邦道 B45 号線沿いにある。この連邦道はこの都市付近で大きくカーブする。ヘッツバフ派区にはオーデンバルト鉄道の駅がある。1904年に開通したヘッツバフ派からベアフェルデンへの鉄道は1954年に廃止された。ありがとうございます。